きました。これがね、アーサーそば。そうじゃなくて、ネクスバショーもありますね。みゃーちめんそーれ下地家父ゆうきです。ということでね、今日はね、島の駅宮古さんに来てますね。で、今日もね、土曜日ということでね、土曜日といったらもちろん宮古そばということで、宮古そばをね食べていきたいと思います。で、島の駅宮古さんにある、まあ、中に入ってるね、長寿屋さんというおそば屋さんがあるんですよ。なんでそこの方ね、あの、僕初めて行くんですけど、行ってみようかなと思います。噂ではね、美味しいというね、声をね、たくさんいただいておりますので、ちょっと行ってね、食べてきてみたいと思います。それではよろしくお願いします。何がいいですね、姉ちゃん。アッパーは宮古そば、アーサーそばにしようかな。これ頼んでから、これ頼んで、で、お皿1個もらってから一緒に食べる。じゃあ、アーサーとこれにしようか。よし、じゃあお願いします。いきます。はい、オッケー。アーサーそば、うまそうだよ。アーサーはね、海藻ですね、海ので、宮古そばノーマルなやつ。おー、うまそうだね。全部乗ってるのもいいね。長寿、一番人気軟骨ソーキ。来ました。これがね、アーサーそば。アーサー美味しそうだね。海の海藻ですね、アーサーね。宮古そばと、で、これが宮古そば。宮古そばの普通サイズか、小じゃなくてね。宮古そば小もありました。おー、ママとは来て食べますね。
だよね、水屋さん。天ぷらもうまそうだよ。そうだね、幸せチョコバナナパン、チョコパンもパン屋さんもね、うん、美味しそうなのあったぜ姉ちゃん。何買おうかなって、デザートを選んでおりますね。楽しい。いろいろ売ってるね。お土産のとかよ。お野菜も売ってるよ。これだった、すみれちゃん食べたの。クイナン美味しかった、いろんなお土産品とか島の野菜とか売ってますね、うん、よし、じゃあ行きますか、すみやちゃん、ひまわりちゃん、ひまわりちゃん、長寿屋さん行ってきましたね。めっちゃ美味しかったですね、うん、あっさりしたねスープで、まあ、隠し味でね雪塩がね入ってるみたいで、うん、雪塩さんかな、島の駅さんのね会社がね、うん、作ってる会社がなんでね雪塩をね隠
し味に使ってますということがね書いて、で詳しくはね、あの島の駅さんのホームページ見てもらうと、長寿屋さんもね、あの出てきますので、うん、見てみるといいかなと思いますね、うん、ということでね、ただいまということで長寿屋さん行ってきましたね。めっちゃあっさりしたスープで美味しかったです、うん、またね行って食べたいなと思いましたね。でまあ島の駅さんもね見てきたんですけど、まあ島の駅、宮古島の島の駅っていうところにね、島の駅宮古っていうところに、あのその長寿屋さんね入っているんですけど、いろんなねお土産品もあったりとか、島の野菜なんかも置いてあってね、観光で来られる方にもねお土産品なんかも豊富に置いてあったので、あと天ぷらとかねパンとかで、まあ惣菜もね結構ありました。宮古島の弁当とかもね、なんでちょっとねお土産買いがたらね、まあ長寿屋さん食べながら寄ってみるのもねいいんじゃないかなと思いますね。まあこんな感じでですね、この下地家のチャンネルでは宮古島の情報だったり、また僕らのね暮らしのこういった Vlog だったり、あの王道のね観光スポット、またディープなスポットなどもね、うん、紹介してます。で最近ね、あの長寿屋さん今日行ったんですけど、グルメの方もねちょこちょこあの配信してますので、まあよろしければねチャンネル登録といいねボタンね励みになりますので、よろしくお願いします。ということで、ね、コメントの方もお待ちしております。ということで今回終わっていきたいと思います。お相手は下地家父ゆうきでした。ではバイバイ。